このステージの演出はビルビー本人に任せるべきよね。魔術師、専門家、指揮者どの彼女も余裕があり、一言で語れないほど複雑だから。けど私の意見も聞いて簡潔に言えば、彼女はサプライズを最も理解してる人なの。叫んでもいいんだよ。螺旋グギの箱は漁師タイプの炎アタッカー。自身で作った剣装兵装で戦い、必殺技では戦車に乗り敵に大ダメージを与えるの。出場時は旋回機関砲博士と銃砲強弾を自動召喚し、砲台の近くで攻撃ボタンを長押しすると砲台で攻撃する武装形態に入るの。近くに砲台がないとき、武装形態に入るには武器ボタンで剣装変装のタイプを切り替え、攻撃ボタンを長押しして、武装形態は必殺技ボタンで終わらせられるわ。旋回機関砲操作時は攻撃ボタン長押しで炎ダメージを与え、武装熱量も回復するわ。銃砲操作時は砲弾を放ち、より高い炎ダメージを与え、武装熱量も大きく回復するわよ。武装熱量が満タンになると今が最高潮状態に入るの。 HP と EP が継続回復し、与えるダメージもアップするわ。武装熱量は一定時間攻撃が止まると減っていくの。武器ボタンで砲台を切り替えられ、極限回避スキルを発動可能よ。極限回避スキルは全時空断裂を発生させ、迫撃砲沈黙を召喚する。武装形態中はバリアを展開し、期間中に受けた攻撃を無効化して極限回避スキルを発動する。さらに受けた攻撃が量子攻撃なら、敵の重ね合わせ状態を破壊できるの。敵が時空減速燃焼状態になると QTE を発動できるの。炎ダメージを与え、旋回機関砲を召喚し武装形態に入るわ。これぞ奇跡の轟き、ご成長あれ。詐欺師である彼女の唯一の真実、彼女は常識を覆し想像を超えられるの。必殺技では戦車特型武装旧式を出現させ、炎ダメージを与えて漁師タイプの敵の重ね合わせ状態を破壊するの。火力があれば何も怖くないわ。戦車操作中は攻撃ボタン長押しで火力攻撃を行うの。戦車熱量満タン時は幕開挨拶を放ち、同時に極限回避スキルを発動する。戦車熱量は時間とともに自動回復するわ。回避ボタン長押して戦車前方に巨大チップ層を展開し、敵を攻撃し続けるわよ。戦車操作中、再び必殺技ボタンを押すと敵に突進するの。操作時間が長いほどダメージが高くなるわ。その後、爆発状態は終了するの。操作中は EP を消費し続け、EP がゼロもしくは継続時間が終了すると次回爆破が発動するわ。実戦ではヨゴモリのアブさんと雲木単身が必殺技を放った後、ビルビーが出場して必殺技を発動。攻撃ボタン長押して攻撃を続け、2回目の幕開挨拶を放ったら次回爆破し、雲木単身の必殺技効果が終わるまで武装形態で攻撃し続けて。EP が足りない場合は先に次回爆破し、武装形態で攻撃して EP を回復してね。イニシエの楽園ではまず電動の祝福と反転の祝福で性能とダメージをアップさせ、その後は群衆の祝福を選びましょう。共通刻印は旧姓と螺旋の2つ目の革新刻印を選び、ダメージをアップさせてね。支援枠は鬼鎧と雲木単身で EP 回復しつつダメージをアップさせましょう。戦闘中は戦車形態維持のため EP を十分にため、武器スキルと剣装兵装でダメージをアップさせてね。ステージ上のものにとって
閉幕は大切で特別な時間。他人にサプライズを与え終われば、彼女のいた場所には何もなくなる。けど、まだ始まっていない週末では、彼女は自分自身を抱きしめられるはずよね。